中村愛のうまコラボ。どうも中村愛です。プシュー。先週のリスグラッシュはお見事。大人になった彼女の走りは本当に力強かったですよね。ということで今回はマイルチャンピオンシップです。マイルの頂上決戦、私中村愛の本命はこちら、ドゥドゥン、2番ペルシアンナイト。理由は主に2つあります。まず1つ目がこちらです。ドゥン、敗因が明確。春の G1 安田記念では6着だったんですけれども、皆さん JRA のホームページで動画をぜひ見ていただきたい。前が開かず残り 200m しか競馬をしていないんです。前走の富士ステークスも59キロと直線の不利が災いしたのか5着でした。それでも勝ったロジクライとの金量差3キロ、今回は逆転可能と見ております。そしてもう一つの理由はこちらです。でん、ペルシアンナイトは叩いて良くなる馬。休み明けこそいまいちな成績ですが、2走目は確実にいい成績を残すんです。さっきも言いました、富士ステークスは不完全燃焼です。厩舎のコメントも昨年より元気と語っております。ということで今週はダン、2番ペルシアンナイト、ミルコ・デムーロ騎手に導かれ連覇に期待します。馬と未来とのコンテンツ馬コラボ。高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6位以内の組み合わせが合言葉です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位以内の組み合わせだったのは37レースでした。その中でも土曜日に行われた、ダン、東京4レース、このレースをコラボ指数では2位3位1位と上位3頭で見事的中。7番人気のエターナルブレイズが馬券に絡み、3連単はもちろん万馬券です。今週の馬コラボではマイルチャンピオンシップの指数をブログ内で無料公開。また馬コラボは馬と未来とへリニューアルして、コラボ指数以外にも気になるコンテンツがいっぱい。その馬と未来とでは夢玉プロジェクトが進行中。競馬ファンの夢を叶える全く新しい競馬ツール、ザ・コアって何？業界大注目のザ・コアを使えばあなたの夢が叶うかもしれません。詳しくは馬コラボ、そして馬と未来とで検索。以上、中村愛の馬コラボでした。